はい、皆さんこんにちは。生態院ワイヤー水道ケア代表の山です。今日は政府でね、自分で治療するのに、簡単に効果を出せる肩の可動域だったり、肘の痛みもそうなんですけれども、改善しやすい、治療法、政府のやり方っていうのを、ご紹介したいと思います。このやり方なんですけれども、神経を狙っていきます。神経っていうのは、首から出て、頸神経層っていう、ものから、腕神経層へ行って、上腕神経だったりね、液化神経、筋皮神経で、そこから、頭骨神経だったり、尺骨神経っていって、必ず全身を巡ってるものなので、なのでそこを治療すると全体的に効果のある、治療になります。で、特にこう末端部分、こう末端部分を治療してあげると、効果が出やすい。どこでもいいんですけど、本当はまずこの親指と、人差し指、これでは頭骨神経っていう支配になってます。で、今度は真ん中の指、正中神経ですね。で、この両側、尺骨神経で、ここら辺を治療してあげると、こう神経っていうのはこうつながっているので、なので肩にまで影響が出てきてくれるんですね。例えばね、腕を上げます。腕を上げる時に、腕の上がりはこのぐらいだなって感じになってきたら、本当は肘伸ばした状態とかでね、見たりだと、こうテンションを見ていきます。で、この時に動かない、動きにくいところ、この動きにくいというと、もう真ん中の指と薬指がちょっと動きにくいので、そこにちょっとアプローチしたいと思います。まずね、真ん中の指、やり方は本当に簡単です。指を握ります。握ってこのままスライドさせる、スライドさせるって感じですね。これをね、数回やってあげればいいです。これね、回数はやればやるほど刺激が強く入るので効果が出ます。例えば慣れた人がね、こう1回やれば、その慣れているので、そのやり方がね、とても効果的なことをできるんですけれども、でもその分やってない方でも回数をね、やってあげれば同じ刺激量になるので、その刺激量に比例するので、刺激が小さかったとしても、このね、さする刺激が小さかったとしても、回数をやってあげることによって同じような刺激の強さになります。なので、握ってもらって、擦るっていうのを、5回ぐらいや、5回、10回やってあげればいいかな。そうするとさっきより可動域が出やすいと。で、可動域が出やすくなっていると腕が上がりやすくなるんですね。もう一個、ここですね、薬指もやりましょう。このぐらいやりました。さっきより行きやすいです。で、そうするともう、耳にすごく届きやすい状態になります。これ嘘だと思うんですけど、めちゃくちゃ簡単なんで、一回やってみてください。本当に簡単に効果出せます、誰でも。で、これね、指でやったんですけれども、こう肘下結構やると、こうやって全部のところやってあげると、神経結局通ってるんで、握ってスライドさせるでやってあげると必ず効果出るので、もちろんここもそうですよ。上腕神経とかね、液化神経あるんで、そこの神経のところを刺激して刺すると、刺激して刺する、ここら辺も刺す、刺激して刺する。で、そうすると必ず上がりやすくはなります。ただこれ問題点1個言うと戻ります。確実に戻ります。僕はこれは吐きあまり使わないんですよ。その理由としては戻っちゃうから。僕がやる主義っていうのは、戻りにくい主義っていうのをやります。もっと内側から働きかける主義なんで、そんな戻りはしないです。ただね、すごくこれは簡単なので、皆さんでもできるので、まずこの治療を自分でね、やってあげて、動きやすくなったらやっぱり今まで動かしてなかった分の筋肉を使えるので、その状態でなんかいろいろ動かしてあげればいいです。例えばその状態で投げる、その状態でスイングする。で、そうすると使ってなかったところの刺激が入るので、
なので戻りにくくなります。これだけだと刺激、その神経への刺激だけになっちゃうんですね。そのままにしてたらもう単に戻るだけなんです。なので戻らないように、さらにね、もっと動くようになるためには刺激を入れた後に、動かしてあげる、ね、刺激を入れた後にいろんな動作をしてあげる。そうすると、そこに栄養が行き始める、ね、正常に筋肉が動き始めるので、その状態で使ってあげると、まあ、痛みの軽減だったり、パフォーマンスの向上、これにつながるので、ぜひね、肩肘痛い人、やってみてください。はい、ということで今日は誰でも簡単に効果の出せるセルフ治療の仕方をご紹介させていただきました。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。